西東京ラーメンクラブ。いらっしゃい、西東京ラーメンクラブの鈴木です。ということで本日のスタートはこちら、埼玉県越谷市は新越谷駅、すぐお隣には JR 武蔵野線の南越谷駅もあって利用客も多い駅なんですが、この日は平日のお昼過ぎということでホームはガラガラ。そんな新越谷駅から本日は東武スカイツリーラインに乗車をして久々にあのお店に向かいたいと思います。さて、向かうのは埼玉県草加市は獨協大学前駅、学生の街というだけあってたくさんのラーメン店が集っている印象の街です。というわけで今回は夏を満喫できる一杯の紹介、早速ジローウォーカー第38弾をやっていきたいと思います。最後までお見逃しなく、レッツゴー。ということで埼玉県草加市はね、獨協大学前駅近くのね公園に来ているんですけども、本日もジローウォーカー第38弾をやっていきたいと思います。いや、それにしてもねめちゃめちゃ暑い。現在ね6月なのに気温はね30度ということで、そんなね暑さを吹き飛ばしていこうじゃないかということで、そんなね日にぴったりな麺をねいただくために、本日は草加市内のね超名店ラーメン鷹の目獨協大学前本店さんにお邪魔していきたいと思います。実はですね、鷹の目さんを取り上げるのは4度目でして、本店以外にもね川口店さんや大宮店さんの方でもいろいろねレビューをさせていただいているんですが、今回はそんなね鷹の目さんのもう夏の風物詩的なね存在である冷やし中華のレビューをしていきたいと思います。まあ、毎年ですねこの時期になると限定として鷹の目さんでね冷やし中華販売されているんですが、もう連日ですね大行列ができるほどの人気メニューでして、僕もね毎年いただいているそんな冷やし中華なんですが、もう今年はね初めていただくので、これを機に夏をね開幕させていこうじゃないかということで、まあ、早速ですねあんまり多くは語らずに、もう獨協大学前駅からですねもうすぐ近くのところにありますので、早速向かっていきたいと思います。レッツゴー。さあ、ということでね、いつも通りあちらに獨協大学前駅があって、振り向いてすぐですねあちらに鷹の目さんございます。やっぱね駅近なのがね本当にね魅力の一つだと思います。ということで早速入っていきましょう。レッツゴー、西東京ラーメンクラブ。はい、ということでラーメン鷹の目獨協大学前本店さんにやってきているんですけども、基本情報はこんな感じでございます。こちらの店舗をはじめとしてラーメン鷹の目さんは全店舗で基本無休で営業しているので、食べたい時にいつでも来れるっていうのが鷹の目ファンの僕にとってはね非常に嬉しいポイントでございます。さて、お店の前には自動販売機が2台置いてありまして、1つは黒ロン茶も売っているサントリーのもので、そしてもう1つはソフトドリンクやコーヒーなどもね充実したもので、なんとあごだしもね売っているので、あごだし片手にラーメンもすすれちゃいます。で、卓上調味料は左から一味、お酢、返し、ブラックペッパーで、味変アイテムも非常に充実しています。で、そして基本メニューはこんな感じです。ラーメンと混ぜそばの麺量小ゆで前 300g、 大 400g、 ミニ 200g があります。その他豚は1枚追加するごとにプラスで100円、またトッピング類も充実していて、ラーメンにも混ぜそばにも、そして今回いただく冷やし中華にも合うものがたくさん揃っております。さあ、こちらのお店なんですが、列に並ぶ前に食券を購入して店員さんが食券を回収するタイミングで無料トッピングを申告しましょう。ということで僕のところに待望の冷やし中華が10分ほどで着丼でございます。今回のオーダーは冷やし中華、無料トッピングは野菜ちょい増し油ガリマヨです。非常に彩り豊かな一杯で、見た目だけでも涼めそうな清涼感が最高ということで、まずはボリューム満点な野菜からいただくんですが、ラーメンとはね違い、大根や水菜、人参に紫キャベツなどといった超さっぱりウルトラ健康サラダとね言っても良いもので、なんといっても味付き油との相性が異常に良くて、無限にですね食べれてしまいます。さあ、野菜の魅力をね語る暇もなく麺の登場。早速ねズズッとすすっていくんですが、濃厚なごまやマヨネーズ、そしてねほんのり動物系の旨味も凝縮した自家製ダレに、鷹の目さん自慢のわしわし極太自家製麺がしっかりと絡んでいて、小麦とタレの完璧なねコンビネーションっていうのを実感できるすすり応えです。麺自体はねしっかりと水で締められているので、キンキンに冷えていて清涼感も最高。その清涼感にガリマヨのジャンクさっていうのが合わさって、ただしかしながらね冷やしだからなのか、健康的な野菜も絡み合っているからなのか、罪悪感はねそこまで感じず、女性なんかにもね安心してすすれる一杯のようにも感じます。麺がね結構固ゆでな食感で、後半はねもはや顎がね疲れてくるんですが、まあ、そういった部分っていうのにもですね鷹の目さんの魅力っていうのが非常に詰まっている。やはりねこれをすすると夏の到来っていうのをね感じる、そんなような一杯でございます。さあ、そして続いては豚ではなくて鶏チャーシュー。
冷たいながらにね、かなりしっとりとした仕上がりのもも肉が2枚入っていて、結構強めに柚子のね味付けもされていて、かなり大きなお肉ながらにクリアな印象のものです。濃厚なねタレと柑橘系の味わいがしっかりとマッチしていて、この冷やし中華においてねなくてはならない存在のものです。ちなみに高野目さんといえばふわとろの神豚も魅力ですが、そちらはデフォルトでは入っていないので、食べたい方はぜひ豚増しボタンを一緒にプッシュするのをお忘れなく。で、後半はブラックペッパーをね鶏にかけたり野菜を食べたりしていると、あっという間に完食をしてしまいました。現在こちら本店での提供は終わっておりまして、蒲田店さんで、こちら冷やし中華がね続けて提供されているということなので、ぜひ、食べたい方はですねそちらでチェックをしてみてください。非常におすすめの一杯でございます。夏を満喫できること間違いなしです。ごちそうさまでした。はい、ということでラーメン高野目独協大学前本店さんでね冷やし中華いただいてきたんですが、最高の一杯でございました。やっぱりね毎年このね麺をねすすると、あ、夏が来たんだなっていう風にね感じる一杯でございまして、もう大量のね野菜はねさっぱりとしていて、それにねかかっている味付きのね油なんかもいい感じにドレッシングになっていて、またね高野目さんならではのねあの自家製の極太麺がしっかりと水で締められているので、もう二郎系の麺なんですけども、もうコシを感じるような、もうそんなね歯ごたえ噛み応えが抜群の麺でございますので、もう夏バテ予防にもね間違いない一杯なね気がします。まあ、今回ねあの昼に来たこととね胃の調子がねあんまり良くないので、ちょっとミニにしたんですけども、それでもね結構な食べ応えがありまして、鶏肉もですね大きなものが2つ入っていて、まあ、柚子のね風味なんかも効いていてさっぱりしているので、満足感とさっぱりさっていうのはねしっかりと共存した一杯だと感じますので、ぜひね皆さんもいただいてみてください。もしかするとですねこの動画が上がる頃には本店でのね提供っていうのは終わっているかもしれないんですが、まあ、それ以外にもね蒲田店さんであったり川口店さんであったりっておそらくいただけると思いますので、ぜひね皆さんもお近くの高野目さんで夏を満喫してみてはいかがでしょうか。ちなみにデフォルトで高野目さん自慢の豚はね入っていないのでね、豚もいただきたい方はぜひね豚増しもおすすめします。ということで二郎岡第38弾ラーメン高野目独協大学前本店さんにお邪魔してきたんですが、こうやってね今まで訪れた店舗でもまた違ったねメニューっていうのもこの企画ではねいただいていきたいと思いますので、ぜひね僕が訪れたお店でおすすめのメニューであったり、もちろんねおすすめの店舗、僕に紹介してほしい店舗ありましたらぜひリクエストの方お待ちしております。僕のね大好きな高野目さん、またね必ずレビューしたいと思います。ということで、こんな感じでいろんなラーメン企画紹介しますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。